ダニエル・ポール・グスタフ・ナンス・コーグは、スウェーデン・ヘルシン・ボーリ出身の元同国代表の元サッカー選手。引退後は、スター・ベクイフで、コーチ業を務めながら、ノルウェーのテレビ局 TV2 のスポーツ部門で解説をしている。スウェーデン・ジャズ・ミュージシャンにして、バスケットボールのコーチである、アメリカ人の父親とスウェーデン人の母親の下に、生まれたナンス・コーグは、 地元ヘルシンボリの平野堀 BK でサッカーを始め、有名なテントリアだったが、ハンドボールの選手としての才能にも恵まれていたため、15歳の時にハンドボールに専念するためサッカーから離れていた。19歳の頃にサッカー界、そして平野堀に復帰し、2シーズンを同クラブで過ごした。1996年に、強豪丸目 FF に引き抜かれると、 トップリーグで特に成功しなかったものの UEFA カップ出場を決める重要な得点を挙げた。翌シーズンは2部のユールゴーデン・イフへ2年の契約で移籍し、このストックホルムを拠点とするクラブでカイ・エスケリネミやマグヌスペーションといった選手たちと共に一部昇格を目指していくことになった。1年目の1997年は同じ町のハンマルビーフに次ぐ2位となるも、 昇降格プレイオフで、ベクショーのオステルズイフに敗れた。2年目は、後に、スウェーデン代表でプレーすることになる、シャルベル、トーマや、ミカエル・同心が加入すると、1位でシーズンを終え一部に、復帰。個人としては、フレドリック・ダールストローム、ルーカス・ニルソンに次ぐチーム内3位の発得点を、挙げたが、シーズン終了後に退団し、同2部のアッシリス・カフェレーニゲンと1年契約を、 締結した。アッシリスカでは、ドイツ人のペーター・アントワン監督のもとで7得点を記録。クラブは GIF、スンツバルに次ぐ2位でシーズンを終え、昇降格プレイオフに回るも、a レブー s k に1から1、1から2の2試合合合計2から3で敗れた。2000年は、同2部で、昨季3位のイフ・シルビアと1年契約を締結するが、 ここでは、プレーオフ進出すら果たせず注意でシーズンを終えた。27歳の時に、後にスターベクイフでも指導を受けることになる、ヤンヨンソン監督の誘いでランズクルーナ部アへ移籍。それまでのナンスーグは、ストックホルムでクラブが良いを頻繁に繰り返すなど、プロ選手として好ましくない行動をとっていたが、ランズクルーナ移籍後は、私生活で子供が誕生したこともあり、夜遊びを控え、 サッカーに専念したことで移籍1年目にして得点王となる活躍を見せ2位でクラブを一部昇格へ導いた。翌2002年は降格間近という状況の中でチーム内最多の11得点を上げ残留に貢献。2003年も主力の一人としてチームを支えていたがシーズン途中に移籍することとなった。2003年末に 中国2部の視線感情速球クラブとノルウェーの SK ブランからオファーが届いたが、中国から提示された金額を断ることができなず、8月に中旬に視線感情と2年半の契約を締結。以前指導を受けたヤンヨンソン監督の誘いから1年半で終わりを告げるが、ここでの生活は会話を楽しむ自分にとっては息苦しかったと回想している。 スターベックスターベックイフでの1年目は、ノルウェー2部だったこともあり、29試合27得点と、圧倒的な得点力を見せつけ得点王となり、クラブの一部昇格に貢献した。2006年、コンビを組むナンスコグと、ベイガル・パウル・グンナルソン2年目は一部の舞台を戦うことになったが、コンビを組むベイガル・パウル・グンナルソンと共に得点を量産していき、最終的に、 欧州カップ戦出場権を逃したものの、昇格組のクラブをシーズン5位で終えることに貢献。個人としては19得点で得点王となり、シーズン終了後に契約を延長した。翌2007年もクラブは快進撃を続けていたが、後半戦から勢いを落とし、最終的にブラに次ぐ2位となった。ナンス工具としては昨年と同様に19得点を、 あげたが、こちらもブランのトルステーンヘルスタッドに次ぐ得点ランク2位に終わった。2008年は、それまでの活躍から春に、ドック・ブロドット氏が選定する最優秀外国人選手賞に輝くと、第5節のハマルカメラテネ戦での見事な2得点を上げ、5月4日のローゼンボリビー系戦で決勝点を上げ勝利に導くなど、活躍をしていたことから、ノルウェーのメディアからは、 同年に行われる UEFA ユーロ2008のメンバーに選出されると見られていたが落選した。その後は6試合で6得点とハイペースに得点を重ねていき、9月14日のストレームスゴトセとイフセンでは4得点を挙げ合計13得点でついに得点ランク1位に立った。9月24日のノルウェジアンフットボールカップ準決勝。 モルデ FK 戦で2得点を挙げ、クラブを決勝の舞台へ導くと、9月29日のリーグ戦でのモルデ戦でも2得点を挙げ、キャリア通算100得点を達成。最終的に、この年はクラブ史上初となるリーグ優勝を経験し、個人としては同僚にして、同胞のヨハン・アンデションより4得点、多い16得点で得点王となり、 さらにリーグ最優秀 FW にも輝いた。一方のカップ戦では、決勝戦でボレーレンがフォトバルに敗れ2冠達成とは、ならなかった。2009年のナンスコーグ王者として迎えた2009年は、3月8日に行われたスーペルファイナレンのモルデ戦で、ナンスコーグは、先制点を挙げると、最終的に3から1で勝利し、タイトルを獲得。 4月5日の第3節オットグレンランド戦では0から3の3点差を追う中でハットトリックを達成し3から3の引き分けに持ち込んだ。この年は得点王を逃すもランク4位の15得点を挙げ、クラブは3位に終わった。2010年はシーズン序盤に全治1ヶ月ほどの怪我を負い、5月24日の IK スタルト戦で復帰しに得点を挙げるも、それからすぐに 再び怪我で離脱。8月上旬にも怪我に見舞われシーズンを終了と、この年は負傷の連続により11試合後得点に終わった。シーズン終了後も怪我から回復することはなかったため、11月に現役引退を決意。スターベクでは公式戦で172試合123得点を記録した。引退後はクラブに残り、リザーブチームのコーチとユースチームの攻撃コーチに、 就任した。2007年1月にラーシュラー・ゲルベック監督のもとで北欧リーグ戦抜ながら南米ツアーのメンバーに選出され、1月14日のベネズエラ戦で32歳にしてスウェーデン代表デビューを果たし、1月21日のエクアドル戦で初得点を記録した。2009年1月に約2年ぶりに復帰し、アメリカ、 メキシコとの北米ツアーのメンバーに選出されると、1月25日のアメリカ戦で通算2得点目を記録した。AB、ナンスコグレガーオーパス OG、ブリアとラナーホースタベックに ABCDE、デッドハンカン、ラートハンエブヨース、ナンスコグスタナーアイディフ、ナンスコグスクレイブ PFR アシリースカ、マルマスキナンソンカン、センケブラン、 ナンスコグアングラーフェスティングン、ナンスコグクラー FR、キニーシスククラブ、ナンスコグフォートサターアイスタビーク、ナンスコグベースというトラニングアイノーガ、オーデンテリグクラーネット、ユルータナート、セソンゲンカンライクフォーナンスコグ、ヘア、スベリーエフエルエアイマラカイボ、ヘア、フィンアフスラートニング P、ターナン、ヘア、USA ステゴットフォーアイ、アレッツフシュタランドスキャンプ、ありがとうございます。